どうも皆様ごきげんよう、クです。それでは遊び対戦プレイしていきましょう。さあ今回はヒット&ブロー脳みそパニックの色当て推理ゲームだそうです。早速やってみましょう。うん、なんとなく分かりはするんだけどね。2ヒット2ブロー、はい、何してるの？隠されたピンの色を当てる推理ゲーム。うん、へえ。ほらここ、茶色のヒットピンは色も場所も当たり、うん、白いブローピンは色だけが当たってるって証拠なんだ。じゃあ今色は全部正解で場所が2つ違うってことね。はいはい、そういうこと。赤は決まりとして、赤は決まってるの？これでどうだ。お、赤と青がヒットでピンクと白がかすってんのかな。じゃあこれならどうだ。下が青、え、そこ、え、え、あ、そっかそっか、あれ今白と赤がヒットしてる状態か。そうだよね、白だよね。だからやっぱり白、赤、ピンク、青の順だよね。このままにして青は下の2つのどっちかだからこっちかな。え、でさっきと変えたいから紫と白を入れ替えて、あ、上のピンクが当たってたってことか。はーん、いやー、やっぱ難しいな。俺ちょっと多分これ苦手だと思うんだよな。もう一回。これがヒット&ブロー。遊び方一応見ましょう。隠された4本のピンの色と場所を当てるゲーム。 6色の中から好きなピンを4つ選んで刺してみよう。ヒットとブローを判定してくれると。色と場所が正解している数がヒットで、色だけが正解している数が、ブローですね。1ヒット1ブローだったら色と場所が正解しているピンが1つ、1ブローで、色だけ正解のピンが1つ、そして外れの色が2色混ざっているということになるよと。はい、外れのピンを入れ替えてもう一度判定してみよう。はい、外れかどうかって、でも黄色と緑これだけじゃ分からん。あ、そういうことか。なるほどなるほど、あれ、はいはいはい。でチャンスは8回、交代でプレイして どちらが先に正解を当てるか競います。2人プレイだったらね、オンラインだったらそうだね。最初に2本ずつ同じ色を指すと絞り込みやすい。なるほど、使われてないピンが分かる大事なヒントだ。6色の中から使われてない色を見つけようと。なるほどね、ヒントありがたいねこれ。よし、じゃあいくか。絶対苦手だと思うんだよな、きちいな。まず赤と青だけで見ようか。ゼロヒットワンブロー、ゼロヒットワンブローか。青、緑、はい、ゼロヒットツーブロー。青と緑が使われてるのは分かったわ。じゃあおい、ゼロヒットツーブロー。じゃあ使われている色は青、緑、黄色、ピンクで正解なんだ。しかも下2つ青、上2つ緑で、下2つが、え、待って、だからヒットしてなくてブローしかしてないんだよこれ。ということは上に緑、ピンクで、下に青、黄色、これでいくつかヒットするんじゃねえの。全くヒットしねえ、全くヒットしねえ。逆にすげえよこれ。ということはこれで終了。 OK、 4ヒット
はい、ありがとうございます。こういうことだね。いやでもさ、5回目でクリアはさ、そんなにそんなにじゃない。あ、これはさっきのヒントと一緒か。数学の観点から必ず5回以内で推理で正解できると言われてる。でしょでしょ、5回って多いよね多分ね。答え同尺あり。おすすめのゲームを世界の人に紹介してみますか。いや、まあ今度しときます。どうしようで、答えの同色なしでしょこれで。世界で遊ぶは同色が多分なしなんだよ。オンラインでやってみる。俺絶対ザコいと思うんだよなこれ。あ、ちょっとルール確認でしょ。答えの同色なしでしょ。やってみるか。 いるかな。いやなんか惨敗しそう。大丈夫かな。ちょっと待って、探す人全然見つからんわ見つからんね。ヒットアンドブローやる人いないんだね。同色ありでじゃあやってみよっか。あり絶対きついと思うな。まあやってみよう。5回以内でクリアできるはずなんでしょう。同色ありなんだったらもう4つ全部なんかぶっ刺していくしかない。ワンヒット、ゼロブロー。青が1色使われている。はい、よいしょ。はい、ゼロヒットワンブロー。ということは赤は使われていないし、青はこの場所ではないんだ。じゃあよいしょ、どうだ。ゼロヒットワンブロー。緑が使われていない。はい、ワンヒットワンブロー。さてさてさて、これのヒットが青なのか黄色なのか分かんないですね。ただ黄色が一色使われていることは分かった。むずいなこれ、むずいな、難しいな。まあ、8回までにクリアできたらいいなって感じる。ワンヒットワンブロー。あ、ピンク使われてないっすねこれね。ピンク使われてないっすね。ちなみにだけどこれワンヒット、ちょっと待って、4と5によってはこれ青の場所確定するよ。だって青移動したのにヒットつってるでしょ。待って、待ってちょっと待って、頭の中こんがらがってきた。待って、青は4番目で当たってたんじゃないの。黄色はだってさ、待って、だから多分使われている色は青黄色白なんだよ。青黄色白白なんだよ。だから待って、分かんない。とりあえずこれで見る。うわーすごい、2ヒット2ブローなんだよ。白白、まあどっちかの確率で当たってっかなこれ。青、いや青黄色の順だったら、だって5番目のところで2ヒットしてるはずだもん。2ヒット2ブローでしょ。このね上から2番目の色がね謎なんだよね。ワンヒットワンブロー、4番目の左から4番目で青がヒットしてたと思うんだけどな。でもそれだと5番目のところが矛盾しちゃうもんね。だから
2番目と3番目の時点で下2つが青っていうのは考えられないんだよ。だから上2つのうちどっちかが青だとは思うんだけど、4番目と5番目がねすごい矛盾してるんだよね。ちょっと待って、わーちょっと待って、頭こんがらがってる、もうちょ完全にバグってる今脳みそが。ちょっと待って、ちょっと待って、4番目と5番目よーく見比べて、ピンクは絶対ねえんだよ。あ、4番目と5番目で5番目が青が当たってんのかな、じゃない多分。で黄色の位置が多分違うんだよ。で上でもなくて真ん中で、真ん中ってこの上から2番目でもなくて、この下のどこかなんだな、この下のどこか。待って、これだったら消去法でいけるんじゃないか。だって残り2つは絶対白なんだから、だからここバカバカバカ違うよ、これは白でいけるはずで、黄色白じゃない？よし、オッケー。いや、めっちゃ難しい難しい、頭めっちゃバグった。もう紙に書き出した方が早いんじゃないかって思うぐらいのレベルだった。色ではなく4桁の数字を当てる遊びもあるらしい。知ってる、なんか昔テレビでやってた気がする。ヒット&ブローこれでクリアだね。対人戦闘はさ、まあ、やりたいんだけど、今ちょっとなんかプレイしてる人が今いないみたいだから、もう一回ちょっと5ターンじゃなくて4ターン以内で同色なしでクリアしてみたいなって思うよ。おい、ワンヒットワンヒットね。待って、色絞る、どうよ。ゼロヒットワンブロー、ゼロヒットワンブローということは残りはピンクと白か。でもどっちかどっちか分かんないんだよなこれ。ワンヒットゼロブローということは使われてるのは黄色か、青、黄色、ピンク、白か。青、黄色、ピンク、白か。でもこれじゃ分かんねえな。上が青だと信じるならば、こうだよな。で、まあ、順番通りやってみよっか。へえ、いけた！フォーヒット。これはさ、もうなんかすごい、バカみたいにしらみつぶしに、消していった結果なんだけど。こんなんでいいの？一発で当たる確率、同色なしだと360分の1、ありだと1296分の1。そんな少ないんだ。あ、でもそっか。6色しかなくて当てるのは4色だもんね。で、順番通りだから、そっかそっかそっか。中学生でやる確率の問題と一緒か、これは。もう一回やろっか。もうちょっとなんか効率よくいけるんじゃねえのって思うけど、なんかしらみつぶしにやっていこう。ゼロヒット。ゼロヒットワンブローね。青か赤のどっちかが使われているよと。はい。OK です。ここでヒットとか出てきてくれると嬉しいんだけど。はい。OK。じゃあ、青。黄色とかどうすか、はい、ゼロヒットワンブロー、ゼロヒットワンブローってことは上が緑の下が青か、上緑下が青だね。だから上緑のピンク入れて下に青入れといて残り白を入れれば
これでいけるんじゃない？ゼロヒット、あ、ホームロー、全部違う、全部違う。はい、じゃあちょっとそれぞれ色変えてみよっか。どうだ？おお、フォーヒット。マジで？もうちょっと時間かかると思った。あ、こんなもんか。いやでもな、絶対多分これ効率的なやり方なのかな。なんかもうちょっと有識者は教えてほしい。まあでもこんな感じか。うん、オッケーオッケー。よし、じゃあドヤ知識もたくさん手に入ったし、まあいいでしょう。オッケー。はい、じゃあ今回はここまでにしておきましょうね。では次回はナインメンズモリスですね、プレイしていきます。はい、それでは最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。